どうも、誠司です。今日はですね、まあ、いつもの場所ではあるんですけど、攻めたことのない右側道路からね、あっち国道走ってるんですけど、こっち側が見えるんですよね。その場所をちょっと打ってみたいなってずっと前から思ってたんでね、今日ちょっと打ってみます。水がね、まあ、相変わらずもう水深50センチが見えるかどうかっていうぐらい濁ってますでね、トップやりたいんですけど、反応がなんか極端になんか悪いような気もするんでね、まずはちょっとトップ、おおおらかい、まずはねミノを投げて反応を見ていこうと思います。魚から見えるんかな、こんな濁ってて。あまりにね濁りすぎてるんで、カヤックが近寄っても気づかないんじゃないかなっていうね、利点はあるんですけどね。どうなるでしょうか、ちょっとやってみます。びっくりして、当たったんかなと思ったら柿殻ですね。あそこめちゃくちゃ浅いとこまで、あれ前より、お、食った、わっ、あ、くそ、バレましたね。前より柿殻が大量に増えてるなと思ったら、食ってましたね。惜しかったですね。今南国じゃないかっていうぐらいのね、湿気た生暖かい空気がね吹いてきますね。今ね、朝ですけど、おお、ほら今すごい近距離でねボラが逃げたんですけど、見えてないですね、濁りすぎて。風速0メートルだったんですよね、天気予報だと。2、3メートル吹いてますね。うわ、釣れそうだな。なんか食った食った、目の前で食った。なんか魚が追いかけてきてるように見えたんですけどね。おお、マジか、こんな近距離で食ったの初めてですね。ちょっとドラグ電子、うわっ、すごい、あまりに水が汚すぎて見えてなかったみたいですね。あっちも結構いいサイズ、外しましょうか。はい、バイバイ。でかかったですね、結構。これびっくりした、もう早くとすぐそこ、そこっていうかもう本当にすぐそこって感じで食って、なんかスーッと何かが追いかけてきたなと思ったらドンって乗ったんでね、これはすごいね。これルアーぶち込まないでくださいって、ぶち込み禁止みたいになってるじゃんこれ。いいね、うわ跳ね返される、横打つしかないじゃんこれ。まあでも横打っても出るときは出るね。うわ、くそ、食ったよ今。フッキングせんかったな、うまいことちょっと中入ったんですけどね、今ね一瞬ね。風が吹いてないポイントへ入れたんで、ここでどうでしょうか。どう、浅すか、浅い、浅いね。
絶対釣れるポイントなのに釣れない。よし、おっしゃ、食った。おっしゃ、食ったぞ。シーバスかこれ。あー、バレた。シーバスでしたね。シーバス、560のシーバス。当たり方がコン。フッキングせんかったな、うまく。シーバスがやっぱり追いかけとんか。なんか追いかけてきたぞ。そこおる、そこおる、そこおる、そこおる。あまりに濁って見えなかったですけど、すぐそこいましたね。すぐそこまで来た。チャンスはあったんですけどね、ものにできずって感じですね。ここ国道ですよね。こっからいつも見てて釣れそうだなとは思ったんですけどね。ちょっとやってみましょうか。ここまあ全体的に浅いでしょう。お、当たった、当たったよ。なんか当たるな、結構当たる。ボッとボラかなんかに接触してるだけか、これ。なんかおるんよな、なんか何かがおるな。お、すげえ、シーバスやろな。あー、どこ今ルアーになんかベイトが刺さっとったか。シーバスかなんかでしょうね。どっかでチヌのボイル音が聞こえたぞ。風が強くて、ちょっと。さーて、トンネル。どうよ。ちょっと、持ってったよ。食った食った食った。よっしゃ、今さっきの当たりか。なんかえらい小さな当たりだなと思ったけど、ようやく C のバスさんが、おお、わお、外れました。いやー、ようやくなんかまともにフッキングして楽しませてくれたね。やっぱりトンネルは裏切らんな。おーい、全然釣れないよー。まあ釣れるとしたらこっちの浅瀬エリア。もう一回ちょっとミノを投げてみましょうか。
跳ねたね。おお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 おめっちゃ跳ねとるやん。めっちゃ跳ねとる、めっちゃ跳ねとる。なんやこれ。何今の、まるで魚釣られたかのように、ベイトが跳ねとったよ。壁際でベイトが逃げてるね。まあ壁際に追い詰めた方が取りやすいですね。おっしゃ、食った。やったね。おっしゃ。クラチンかな。よっしゃ。なんかなこれ。チームしたね。ちっちゃいけどよく引くわ。よく引く。壁際。壁際がいいんかな。壁際打ってみるか。俺なんか陸から打った方がいいんじゃないって思うけど。ベイトボットな今。で、ほれ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 。おっしゃ、食った。何これ。何これ。ふざけんな。どういうつもりだ今のサイズは。まあでもベイトがいるところにフィッシュイーターある。お、なんか今風が、うお、出た。シーバスですね、今ね。そんな大きくはなかったですけど、完全にミスバイト。もうルアーの後ろぐらいで食いついてきた。風が